ルートビヒビルヘルム・イン・バイエルンは、ドイツ・バイエルン王家の冒険バイエルン公爵家の当主。全名は、ルートビヒビルヘルム・カール・ノルベルト・テオドール。ベルギー王妃、エリザベートの弟である。バイエルン公爵家の当主カール・テオドールと、その2番目の妻で、ポルトガルの俳優ミゲル1世の娘であるマリア・ジョジェの、間の、第4子、長男として生まれた。 1917年5月19日にビルトバーとクロイトにおいてザインビトゲンシュタイン家の高女エレオノーレと結婚した。妻はシェーンブルク公爵家の当時夫ビクトル二世の未亡人だった。公爵夫妻の間に子供はなかった。1965年に妻と死別するとルートビヒビルヘルムはアネマリー・ガブリエーレの孫にあたる本家筋のバイエルン王子。 マックス・エマヌエルを養子に迎え、公爵化を継がせた。1968年に82歳で死去。ありがとうございます。